はい、こんばんは。久々だな、ソロランク。ダイヤ隊なんだよな、もう実は。さっき本当にさ、ゲームする時間がなくてさ、初めゲーム配信者のはずなのに。おかしいじゃん、ゲームする時間がないって。全然配信外でやってないからさ、ちょっとね、リハビリしないとダメなんですよ。何してるの？配信じゃできない作業とか仕事とかをしてるのと、あと単純に休んでる。単純にめちゃめちゃ休んでるかな、最近は。休んでるって言っても何もしないわけじゃないよ。打ち合わせしたりとか、案件取ったりとか、いろいろしてるね。遊んでるんだったらね、いいんだよ。楽しいから。配信を休んでるだけだから、休みに入るんだけど、私の中では。でもね、幸いね、今月の17日ぐらいから4月の2日ぐらいまで休みがないらしい。あのさ、本当にさ、いつも言ってるけどさ、予定詰め方がバカなんだよね。適度に休むってことがね、できないんだよ、なぜか。お仕事大好きだからさ、基本的には。予定が空いてたら全部やっちゃうぐらいなんだけど。いやでもね、もうちょっと仕事したいな、私今。まだ働ける。なんか、もう本当に、ヘロヘロになって動けなくなるぐらい働かせてほしい。あ、そう、食える時に食っとけみたいな感じだ。そう、でもね、あんまり詰め込みたくないのにね、月の初めに、わ、今月全然予定ないじゃん。いっぱい動画撮れるなーって思うんだけど、一週間ぐらいすると、後半の予定が全部回るんだよね、大体。だからね、なんでだろうなーって思いながら頑張ってる。ちょくちょく言ってると思うんだけどさ、私今年はなんかこう新しいことというか、自分のやりたいと思うこと全部やってみたいなって思ってて、でね、仕事じゃなくていいんだよ、別に趣味だったとしても。あ、ここだ、ちょっと待って。激ラグバルキリーいるんだけど。パスの方がラグいな。なんだ。で、なんか、そのね、新しいことやりたいです、こんなことしたいです、みたいな、言ってたらね、なんかいっぱいいろんなことできそうなんだよね、今年。ちょっと楽しみ。ちょっと楽しみだけど、ちょっと大丈夫かなって気持ちもある。音楽が好きって言ってたらね、いろんなことできそうだし、バラエティみたいなことしたいと思ってたらね、いろんなことできそうだから、ちょっと今年は頑張ってみようかなと思います。もう今年3ヶ月経ったけどね。うわ、飛んだ。いや、あいつらどこ行くの？うわ、激ロなんだけど1枚。くっ、うわ、最悪。前よけ、うますぎるかも。ウルトで飛ぼう。頑張れ。よし。プシューン。どこ行こう。ここ取れるかな。うわ、いるわ、めっちゃ。うわ、いるな、どこにでも。うわ、ドーム欲しい、これ。あー、いいドーム。うわ、めっちゃ飛んでる。ここキープするしかないね、これ。いるの。ごめんね、さっきから同じことして。あいつら毎回
バルキリージャンプするタイミングで私にサラ打たれてるんだけど、かわいそう。悪意はないんだよね別に。悪意ないんだけどさ、たまたま見ちゃうんだよね。運命ってこと？そうだね、もう。武器作るか、ここで。こっちはクラフト中。もしかしてこれハッピーセット、ハッピーセット作れるのでは。あ、激ハッピーセットなんだけど。自分取りに来て。あざ。うわ、もうめっちゃ何でもできた。いや、150発あればいけるっしょ。ミサイルを放つ。やりすぎ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 。うわー、来た来た来た、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。あ、これ積んだくせいいドーム。うわー、ナイス。ちょっと待って、自分守ってあげれなかったな。なんであの子あんなグレ食らってんの。ずっと。ああ、はいはい、強っ。テルミット投げといて、裏だけ完全にカットしちゃえば強いはず。ここ相当。どこ行った後。あ、バル乗ってね、バル乗ってる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 って、バル乗ってるって。何してんだよあれ、すごいな。ナイス。味方に潰された。待ってー。はい、ナイス。ナイスだー。強い味方。いいね、久々の初戦のダイヤタイランクで、まあ、キルもちょっと少ないけど、チャンピオンはいいんじゃないですか。1800。いいね、一番ダメージ出た。まあ、チャラ持ってたからね。